いや、しかしね、ちょっとこんとこね、ずっと、ね、はい、この記事で。ここの、まあ、本当に皆さんに迷惑かけちゃってね。ええ。なんていうんですか、例えば、おぎやはぎがな、この前言ってくれて、俺も聞いてたからさ、うん、で、おぎとおぎやはぎがさ、うん、これ、やはぎがね、うん、なんていうの、こんなの、通るのこんな30年、35年ぐらい前の話でよ、うん、つうわけ、うん。太田さんさ、お父さんつったらさ、だってさ、つって言うわけ。うんうん、こんな証拠なんかあるわけないやん、つってさ、うん、言ってくれたんだよ。うんうん、ありがたいな、と思って。うんうん、してさ、おぎがさ、うん、でもさ、なんかあるから書いてんでしょ。おぎおぎお前。本当におぎ。なんかやっぱ、新潮さんもさ、信頼できる雑誌だからさ。いや、でもさ、あるから書いてんでしょって 言うんだけどさ、いやーって矢作が言って、ないだろう、女のつ。いや、あると思うよ。おじいこの野郎と思いながらも。まあ、いいじゃないそれは。まあでも、矢作はそれでいい。お父さんのな、ね、亡くなったお父さんのことがかかって嫌だろうな、みたいなことも言ってくれて、で、そのおぎと矢作の、矢作が、でもそんなこと言うなら、うん、芸能人だってみんなコネでね、うんコンサート入った、うん、なんか、はいはいはい、っていう、その流れがあってだよ。うんうんうん、言ったのを、うん、なんかその、矢作も裏口みたいに、えぇ、そんなことになってネットのニュースになっちゃって、まあ、申し訳ない。申し訳ないな、本当に申し訳ないことしたと思う。もう、なんだ、やめろよ、もうネットニュースって思った。全然裏口ってひどすぎる。ちょっともうさ、ちょっとひどすぎると思うんだけど。これでも、でも俺笑っちゃったんだけど。しないとさ、笑っちゃったんだけど。いや、ちょっともう誤解が誤解を生みすぎるよ。本当にそうなんだ。ちょっとみんなやっぱ信じちゃうしな。で、ナイツはナイツで。うん。だから、ナイツはね、花、う、輪、ん、は完璧に身長の記事を信じてるんですよ。身長信じてるね。花輪はね。なんか死んでるけど。やたら信じてんだね。ね。うん。で、ビバリーで、うん、で、前回言ったでしょ、土っちの、はいはいはい、整えてきました。はい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 。来週のテーマ、裏口入学でっつったら、おいっつったんだけど、うんうん、で裏口入学でいろいろ作品が、謎かけが来てて、で、最後、土っちが、はいはい、じゃあ私のやりますって言ったっけ、うんうん、土屋もいいやつだから、うん、俺に多分気遣ってくれたんだと思うんだよ。はい、はい。それで、裏口入学とかけましたね、うん、お題は、うんうんね。今回ちょっとお題をずらしますってわけ。ほうほうほう。じゃあずらしちゃダメだ。まあまあね。まあ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 。まずさ、それもう前提というかさ、根底が崩れちゃうじゃん、うん、ちょっと今回お題をずらさせていただきました、はいはい、うん、何それと思うんだけど、うんうん、裏口入学のね、あの記事に対する太田さんの主張とかけました、はい、ね、それで、それで、あの竹の長すぎた服を、うん、あのなんだ、服が届いてしまった。うんうん、竹のよくわかんないけど、うんうん、竹の長すぎた服が届いてしまって、返品した人と得みたいなことで、もうその心はつって、みっちゃんと、土屋が、ちょっとなんかさ、うんうん、なんみたいな感じで、なってて、身長間違ってるので、うん、L、なんだっけな。長えな。訴える。訴、そうだ。訴える。うん。そうそう。服を売りに出した。はい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 、はい。身長間違ってるって。訴える。訴えるサイズを訴ったみたいなことね。ね。そしたら、清水みっちゃんと、まあ、その、土屋、花輪もさ、気遣ってくれてんだよ、俺にな。うまいじゃんとか言ってさ、今日は土っちの勝ちって言った後さ、変な空気になってんだよ。それが一番不正だわ。それが一番不正っぽいわ、なんか。もうさ、申し訳ない。んで、そういうんでさ、やってね。で、土曜日は土曜日でさ、ヤンタン、さんまさん。あ、さんまさん。ね。で、今回、工場委員会あるんですよ、27時間ね。ね。でも、まあ、
おさん出れないんですね。そうなんです。実は単独で。単独ライブで。単独の日なんで出れないんですけど、うんはい、さんまさんも、それをこう言っててくれて、うんうんうん、太田はな、今な、裏口あるやろ、うん、あれをな、みんなで工場委員会でな、笑いにしてやった。ねえ、それでも、ああ楽しみにしてたやん。太田もな、笑いにしてほしいねん、あれは。勝手に。勝手に。そんなこと言う。ね。もう笑いもうな、それで残念やーっつって言うわけ。ああああで、あの、モーニング娘。の女の子二人と、うんうん、あと村上昌司氏がいて、はいはい、あ、そうなんですか、うん、え、出れないんですか、うん、なんて言ったり、うんうん、そうだよね、とか言って、うん、わしの、もう俺な、考えとったん、実は。うんうん、いうセリフを、はいはい。太田、裏口でもええやないかと。うん、まあ、完全にさんまさんは、俺を、信じてる。裏口ということとして。こととしてなってるね。さんまさん、頼むよ、本当に。お願いします。ほら、おた、裏口でもええやないか、うん。俺なんか恋はいつでも裏口やでって言ったら、モームスが、すごいかっこいいみたいに言ったら、どこがかっこいいんだよかっこよくない。何にもわかんないわ、それ。全然わかんないわ、それ。全然意味わかんないわ。全然わかんない。俺はいつも恋は裏口や。かっこよくはない、ね。いつも恋は裏口の。何どういうこと ?800 万払ってるってこと何意味わかんないし、さんまさん。ちょっとどういうことですかそれは。意味かわかんないんですけど。雰囲気だよ。全部、それ雰囲気で持ってって。俺もさ、さんまさんもさ、よっぽどそれ気に入ったんだと思うんだよ。だってさ、普通さ、そんなのさ、ね、番組来なかったら普通さ、自分の中でボツにするそれラジオでわざわざ言うんだよ。どんだけ自分が可愛いんだって話を。っていうさ、俺も、本当にあの人だけは本当にもう、自分の笑いのことだけもうなんか俺をなんかね、笑いしてやってやるみたいなこと言ってるけど、違うの違うの。だって、そんなのボツにするもん、普通だったら。俺、わざわざラジオで言ってんだよ。ありもしない番組をね、その、怒りもしない番組のシーンを。シーンをね。そうやってんで言うんだよ。やって、もう思いついたらもう言いたくなったでしょ。でも皆さんね、これ、だから俺はシャレにできなかったけど、うん、こうやって皆さんがシャレにしてくれてるから俺はありがたいんだけど、許せないのが松之丞なんだ。あ、またなんか言ってました？これはもう、まだ言ってんの？松之丞、お前はまだなんか言ってました。どこまでしそう、お前、楽しむ、お前、いじり、倒しやがったな。あ、そう。ね、うん、松之丞の会、うん、なんかその、ライブがあって。はいはい。ね。で、一部二部あったらしいんだけど、うん、なんか、まむしさんと、うん、ゲストとなんかトークして、講談があってっていうやつらしいんだ。うん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 、この間、その問わず語り聞いてたら、紙、うんうん、切りの昇楽師匠ってね。はいはい、昇楽師匠。はいはい。あ、知ってますよ。よく一緒にもなったよ。なったよね。林家昇楽師匠でしょ。林家昇楽師匠だよ。紙切りね。あの人がとにかくすごいんだと。すごいよね。ね、うん。で、そのアドリブで、何でもその、はいはいはい。何でも切っちゃうから何でも切っちゃう。ね。うん、で、松之丞、うん。ね、うん。あいつの、問わず語り聞いてると、うん、こいつよくね、うん、その、構成とかちゃんとしてるなと思うわけ。その、語り口が。やっぱり講談師だから、ねうんうん、その、きっちり多分ね、うんうんうん、頭の中で練って、はいはいはい、言葉も絶対間違いないのね、はい、あいつ。うんうん、で、その、昇楽師匠、やっぱね、すごいね、つって、うんうん。だってね、僕はね、そのお題、うん、アドリブですよ。うん、裏口入学。出したら、ちゃんと爆笑の太田さんを切ってくる。おいつマジでえ、マジでマジで。すごいな、見てえな、その作品。それでね、うん、それがね、どういう作品かというと、うん門があんだって。おうおう門があって、そこにね、ひらがなで裏って書いてあるんだって。そこに俺が、わーって駆け込んでる様子が書いてあって、その後ろに親父が、そんな金を渡してる。そんなそんななんだって。見たい。それで、俺さっき見せてもらったんだけど、おうおう見事。ちょ、見たい見たい。見事としか言いようがないんです。すごいな。すごいんだ
あ、今ね、ちょっと、写真あんの。うん、ゴシャキ持ちきてくれた。これがね、ちゃんとね、俺だってわかるんだね。あ、すげえ、あ、これはさ、厚なじゃん、この野郎。いや、これすげえじゃん。会場、バカウケだったらしいんだよ。ちゃんと、お金もらってるよ。そうそう。ね。ね。すげえなー、これ。ふざけてるだろ、あいつ。ふざけてるなぁ。どこまでよ、俺をいじるんだ。へぇ、素晴らしいね。骨の髄までしゃぶり尽くすみたいなさ、感じなんだ、あいつ。もう嬉しくしょうがないんだろうな。嬉しいでしょ、それ逆の立場はそれでわかる。いやいや、それは嬉しいわ。それでね、その時に説明する中で、うん、その爆笑の太田さんがね、うん、あんまり嬉しかったんだろうね、うん、後ろでさ爆笑の親父が金渡してんだやつがいるんだよ。爆笑の親父つかお前人の親捕まえて爆笑の親父慌ててあ お父さんがって言い換えてたけどもうさあいつらしくないんだよ、ま、もう言葉間違っちゃった後ろでよ爆笑の親父が金渡してお前その言い方ねえだろっていう浮かれてんだろ、お前、この野郎っていうさ。つい、出ちゃったのね。人の親父ってお前、人の親捕まえといて。本当に言っちゃったんだね。つい嬉しすぎてさ、言葉乱暴になっちゃってんだよ、あいつ。だったの来ちゃうな、本当に。すごいね。うん、まあ、じゃあいろんなところで反響が。反響があってさ、だからもう、シャレにしろって言われてるからさ、ね、俺もまあ、でも、これは慎重に言ったけど、ご心配なくなんだけど、うん、俺この裏口は一生使うから。そうよ。そうなんだ。ね。で、まあ、シャレにできてないってことだけど、うん、まあ、でもまあ、だから彼らにとってはそれはシャレになってないって言うんだけど、まあ、なんつうの、タイタンライブでもまあネタにさせてもらったし、うんうん、で、そういうので、自分としてはね、もうあれが精一杯ですよ。うん、で、この間、その、しそ丸とかがね。はいはいはい。それこそ、横山なんかも、ライブすごく楽しかった言ってくれてありがたかったんだけど、その、要はその、俺の、その自分の、あれが、いやいややってる感じもよく出て、俺そんなつもりなかったんだけど、やっぱ出ちゃうんだね。あ、そうなんだ。なんかね、そういう、辛そうな感じ。辛そうな感じあってさ。それはそうなのかな。そういう目で見るからなんとなく思うんじゃなくて。多分出てんだと思う。俺は気づかないからね。お前はわかるわけ、ね。わかんない。だけど。あ、そう。まあ、それでね。横ちゃんなんかも、うん、そういうんで言うと、うん、なんだ、なんとかタイガー、ヨシミタイガーか、はいはいはい、若手が。うんうん、太田さん、やっぱすごいですね、と。うん、自分を、自分に向かって、バサバサ切りながら、自分血を流しながらネタをする姿、すごかったとかなんか言ってて、そこまでじゃねえんだけど、と思いながら、ね。で、しそ丸がさ、来てくれたんだと、よく、ともちゃんとね。で、前回もしそ丸ね、あれなんだけど、難波別館、なんだよ。はい。で、難波別館と、難波と、うん、違うんだよ、東方シネマンとナンバーと別館が、別の場所なんだよ。うんうんうん、で前も、うん、ともちゃんと一緒に行った時に、うん、本館の方行っちゃったんだよ、一、うんうん、回、うん。それで、間違って、うんうん、すぐギリギリで間に合ったらしいんだけど、うんうんうん、で前がそれがあるのに、うん、今回も、また、その間違いしたんだって。バカなのか、染まる。で、ともちゃんもいいんだよ。二人とも同じ街。で、人丸の神さんもいいんだよ。で、まだ余裕ありますね、つって。ね、ナンバーついて、ね、お好み焼き食ってたっすよ。え、ね、お好み焼き食ってたら、全然混んでて出てこなくて。で、あーって、10分くらいでお好み焼き、やけどしながら食って、走ってっちゃったんだって。してまた本館の方にね、しそ丸がダーッと走ってて、ともちゃん後ろから違うんじゃないかなと思いながら、言えよ、ともちゃんもって思いながら、わーって言ったら、あ、違った、こっちじゃない、またつってわーって走ってって、結局ね、着いたらね、ゆれりくの猿がお辞儀してたつんだよ。お前ら何やってんだよって、ね。それで、じゃあ行きましょう。前回金曜日って始まっちゃって、
俺らのネタはみたいなさ、もうさ、もう前もそうだったんだよ。遅刻した話で終わっちゃって、中身とか中身とか何にもない。だからおしゃれにできてないって慎重に書かれちゃうんだよ、そうなのね。しそ丸のせいで。しそ丸のせいじゃない、しそ丸さん関係ないでしょ。本当にちゃんと説明しろお前。ありがたいですよ、もう本当に 皆さん心配してくれて、ということで、まだまだ許さないかな、慎重君。いや慎重はダメでしょ、これは。これは絶対ダメです。